菅野美穂1977年8月22日生まれ出身地埼玉県身長1 6 0センチ血液型 AB 型菅野美穂さんは日本の女優です菅野さんはその演技力は当初から高く評価されていました多重人格者聴覚障害者等身大の女性など 幅広い役柄をこなします。菅野さんは一般のファン以外からも評判が良い様子。それは菅野さんの性格が影響しているようです。一体、菅野さんはどういう性格をしているのでしょう。彼女にとって仕事とは、自分が取りに行くもの、ではなく、いただくもの、という考え方です。自分の立場をしっかりとわきまえている。だから関係するあらゆる人たちへ、 いつも感謝の気持ちを忘れないのです。また、あるイベントでオードリーと一緒になった時のことです。菅野さんは大興奮で春日の鬼瓦、おノリノリで一緒になってやっていました。ところが、後で事務所から NG が出ました。すると菅野さんが自ら、撮っていただいたのに申し訳ないです、と謝ってきて、びっくりしましたね。ほんと、いい子だなと思いました、とカメラマンが語っています。さらに 芸人顔負けのことも平気で行える性格。跳ねるの扉のコーナーでは、クレオパトラをモチーフにしたキャラとして、全身金色の衣装で登場し、本人もノリノリでした。こんな気取ってないところも、人気の理由のようです。そして、意外なことにおごり癖があるとのことです。ドラマなどの撮影後に、大勢のスタッフさんたちを引き連れ、高級焼肉店に行っておごりまくるのだとか、 カンノさんは豪快な性格でもあるようですね。